皆さんこんばんは、神宿の橋間美希です。今日は先日ニューイヤーライブでお話しした通り、ファンの皆様に向けて、神宿から重大発表があります。メンバーを代表してリーダーから発表させていただきます。ちょっといろいろ発表があるので、ちょっと台本というか見ながら発表していきます。まず一つ目、2023年3月、神宿約1年半ぶりとなるニューアルバムのリリースが決定しました。タイトルは、レインボー8カラーズです。このアルバムは、2022年春、いろいろな思いを込めて発表した、前に進む歌から、始まって、夏の全国ツアー、そして8周年を迎えた私たちの今を、この時代、この場所に記録しておくような作品になっています。一緒についてきてくれたファンの皆様にとって、あの時こんなことを考えてたなとか、メンバーやファンのみんなとこんなことを話したなとか、そういう大切な思い出を振り返るきっかけになるようなアルバムになったらいいなと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。そして2つ目です。このアルバムリリースを記念して、同じく3月に神宿リリースツアーを開催します。このライブもまたみんなとあれですね、楽しい思い出をたくさん作っていけたらいいなって思っているので、場所とかはまた、公式の方でお知らせしますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。最後に、4月2日のツアーファイナルの会場が、私たちの始まった場所、原宿になります。そしてその4月2日以降の神宿の活動のことですが、自分たちの、未来に時間を当てようと考えています。そうですね、なんか2022年は挑戦と葛藤の日々で、でもそう頑張ってこれたのはやっぱりみんながいてくれたから、神宿は頑張ってこれました。でもやっぱりその頑張ってる中でも、やっぱりこう辛いこととか不安なこととか、やっぱ楽しいことばかりじゃなくて、すごく自分自身も悩む時もありました。でもだからといって、私たちの大切な神宿っていう場所は絶対になくしたくなくて、ずっと残していきたいって、それはメンバーみんな思っています。でもそんな中、やっぱり悲しいこととか、なんか素直にこう笑顔を作れないっていう時も実はありました。でも私たちやっぱり神宿は8年という長い時間をかけて大切な場所を作ってきました。その大切な場所、神宿っていう場所を、やっぱりファンの皆さんには笑顔でいてほしいなって、楽しんでもらえるようなあったかいって思ってもらえるような存在であり続けてほしいなって思っています。でもそれが最近そうではないのかなとか、私がちょっと考えたりすることもあって、このままではいけないなって、このままじゃいけないからこそ
今の私たちに、未来の神宿のために時間をもらえたらなって思っています。なんか4月その2日以降、じゃあメンバーたちの活動はどうなるのとか不安に思ってるかもしれないんですけど、4月2日おきに神宿が解散とかメンバーが活動休止っていうことはありません。そこだけは安心してほしいです。未来のために、神宿の未来のために、私たちが今できることを考えて、またみんなと楽しい日々を過ごせていけたらなって思っています。神宿からの発表は以上となります。突然の発表で驚かせてしまったと思いますが、神宿メンバー、スタッフ一同、ファンの皆様と、これからも大切な時間を過ごしていきたいと思っています。まだまだね、その現場だったりとか、あとはニューアルバム、そしてそのツアーだったりと、まだまだ楽しいことが待っているので、これからも神宿の応援よろしくお願いします。以上、神宿の橋間美希でした。